甘いお話。今日は東京土産としても有名な古くから伝わるお菓子のお話です。日本を代表するランドマークの一つが東京台東区浅草寺の雷門、正しくは風雷神門。その名の通り、風神様と雷神様がお寺を守ります。この門に由来したお菓子が雷おこし、サクサクした食感のお米のお菓子です。雷おこしは、家をおこし名をおこすと申しまして、ここで雷おこしを買うと家もおこして名もおこせるという縁起物として売られるようになりました。時は堂雷おこし本舗は200年以上前、江戸時代からここで店を構え雷おこしを作ってきました。今は別の場所にある工場で作っていますが、お客さんと直接触れ合うためにほかりさんは土曜と日曜に店先でおこしを作ります。主な原料は米から作った餅を薄く細かく砕き焙煎して膨らませたもの。ピーナッツを水飴と砂糖で作った蜜に入れ、これを絡めます。雷おこしは時代とともに作り方を変えています。だん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 とお客様が硬いものが嫌われるようになりましたね。水飴を最小限まで少なくする、そうやって、柔らかいおこしを、おこしのソフト化を図りました。作り方を変えることが江戸時代から続いている理由です。どん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 変えていかなきゃいけないんですよ。まず200年以上前に創業しております。今の人同じもの食べてるわけないですよね。その時代その時代の人に好まれるお菓子を改革していかないと、やっぱりその商品ってなくなっちゃうと思います。雷門の隣にはいつも雷おこしがあります。変わり続けることでこれからもここにあり続ける、そんなお菓子です。甘いお話、今日は江戸時代から続く職人の技、飴細工のお話です。下町風情が残る東京千駄木、そこにお菓子の名前がついた坂があります。坂の上にあるのは団子屋ならぬ飴屋、縁日やお祭りで売られているあの飴細工のお店です。飴細工を専門に売るお店としてはここが第一号。そこは飴の動物園。公園とか神社で自転車の後ろにこう箱を持ってきて紙芝居と一緒に飴を作ってとかっていうのが、まあ主流だったんですよね。毎日こう飴細工が見れる場所があったら飴細工っていうものが残っていけるのかなと。子供の頃の憧れを捨てきれず27歳で師匠のもとへ飛び込んだ吉原さん。材料はトウモロコシから作った水飴。水分を飛ばしながら煮詰めます。飴はすぐ固まるので熱いうちに細工しなければなりません。その時間は3分。飴細工、その飴玉1個から全てを切って伸ばして使っていく、その伸ばすっていうところが一番のポイントでして、特性を生かした動物の飴細工を作るっていうことが一番の魅力です。飴細工の楽しみは曲線美をめでることにあったのです。でもそれだけで終わらないのが吉原さん。
これまでにない新しいキャラクターを生み出しました。その名もアメピョン。うさぎ年の吉原さんの分身です。ではアメピョンダンスを初披露。遊んで楽しむもよし、眺めるもよしですね。食べ物ですので召し上がっていただければそれは本望かなと思いますね。甘いお話、今日は野菜の風味を砂糖で生かした伝統あるお菓子のお話です。人参、大根、にがうり、ゆでた野菜を砂糖で煮た和菓子、野菜の砂糖漬けです。その歴史は古く、江戸時代の人気読み本作家曲亭馬琴の日記にも登場しています。それからおよそ200年経った東京向島、風情ある別荘地だった江戸の面影を残しています。砂糖漬けは当時から行楽のお供に親しまれていたのかもしれません。東京で唯一今も砂糖漬けを作っているのが梅鉢屋です。製造を一人でこなしている店主の丸山さん。野菜を切る大きさは素材の特性に合わせて様々。味と形を崩さないように煮詰めるにはひとときも気を抜けません。このベタベタ度でお砂糖の濃度が昔の職人は分かったんですね。今は糖度計で測りますが、少しずつ砂糖を足して濃度を上げていくのは昔と変わりません。今日仕上がったのは3日かけて煮詰めた夏みかんの皮。砂糖をふるって独特のサラサラ感を出していきます。さらっといこうっていうね、軽くやっちゃおうっていうのが江戸のなんか神髄かなみたいな気がします。でやっぱり甘さもさらっとさせるっていうのが、まあ、江戸流かなと思ってやってますね。丸山さんの江戸流野菜の砂糖漬け、後を引かない甘さがまたもう一つと呼びかけます。甘いお話、今日は喧嘩してでも食べたい団子のお話です。東京日暮里、かつて電車が通る前、ここに芋坂という坂がありました。その坂のふもとにあるのが羽二重団子。200年近く続く老舗です。店横の歌碑には団子を歌った句。あの正岡子規も芋坂の団子を贔屓にしていました。店のメニューは堂々と焼きとあんの団子のみ。これ独特なんですよね。これはもう他のお店行っても出ませんよね、この団子は。店名の羽二重とは絹織物のこと。よくつくことで絹のようなきめ細やかさを生み出します。そしてわざわざ平らにしながら串に刺します。でも団子って普通はまん丸ですよね。その神仏の供え物そのままの形じゃなんとなく庶民の口に入れるのに恐れ多いと、まあ、そういうことでじゃあ
平たくしようと、その方がなおかつその焼きの芯まで火が通るじゃないかと、平たい団子ってのはもしかしたらうちだけかもしれないと、まあ、こう思ってるわけですけどね、はい、ちょっと変わったこの団子をご近所の正岡式は芋坂団子と呼び好んでいました。結核を患い34歳で夭折した式、ここで最後の日々を書き綴っています。食事の記録には朝から雑炊3杯、牛乳に菓子パン、病人ながら結構な退職、そしておやつに羽二重団子を買い、これにつき悶着ありと記しています。悶着の相手は付き添いの妹律でした。食べ過ぎては吐くのを繰り返す兄を心配し、買い物を渋って喧嘩となったのです。やっぱり食べたい、美味しいものを食べたいというね、食べることが生きることだったんだろうなと。正岡式に思いを馳せ、あん付き3本、焼き1本。でも食べ過ぎにはご注意を。甘いお話。今日は目黒ゆかりの落語とお菓子のお話です。東京目黒区の西小山、商店街を抜けた先にひっそりと佇むのが和菓子店蔦屋一水庵です。店名よりも主張するのが目黒のサンマの看板。あ、ありました。その名の通りサンマをかたどったお菓子です。ところで落語目黒のサンマとは、江戸時代御領地だった目黒に鷹狩りに出た殿様は、当時庶民の食べ物だったサンマの塩焼きを初めて食べました。後日お城でサンマを頼むと出てきたのは、蒸して油を抜いたまずいサンマでした。殿様は、これはダメだ、サンマは目黒に限ると一言、海のない目黒をサンマの名産地と勘違いしたのです。サンマっていうのは一番インパクトあるし、目黒に生まれ育ってるから、なるだけ目黒の名前を使って。さて目黒のサンマの作り方は、生地は卵と独自の配合の粉を混ぜたものに大量のバターとレモンを少々、マドレーヌを参考にしたんだそうです。夏のお菓子アユというのがあるんですよ。それとは丸くい別個のものを作りたいなと思ってたから。さらなるこだわりが特注の型、木型で作って、それから芋屋さんに頼んで。あんはこしあんと抹茶あんの2種類、オーブンに入れて25分でふっくらと焼き上がります。塩焼きもお菓子もサンマは目黒に限る。甘いお話。今日はフランスのショコラと日本の山椒がマリアージュしたお話です。東京の代表的な繁華街六本木、その中心からほどないところに異文化交流のための施設国際文化会館があります。ここで新作ショコラの発表会が開かれました。パティシエはフレデリック・カッセルさん。パリ近郊に自分の店を構え、6年前から日本にも出店しています。こちらが日本のマリアージュ相手、
山椒、七味やうなぎのかば焼きの薬味として活躍するあのピリリと辛いやつ。カッセルさんが選んだブドウ山椒は香り高く辛みが強いのが特徴。緑のダイヤなんて呼ばれています。Quand on sent le sancho comme ça, ça dénote de, d'agrumes, de citron, d'orange. Et tout de suite, en fait, pour moi, c'est pas un poivre, c'est une épice. C'est ça qui était, c'est ça qui était bien. まずは温めたクリームに山椒を入れ、香りを移します。直接チョコと混ぜると味が戦ってしまうからです。山椒の風味をまとったクリームをこし、チョコに加えます。それを冷やして四角く固め、ダークチョコレートでコーティング。ああ、こんにちは。やってきたのは山椒問屋の土田さん。あ、リトルス。香りと後の山椒のしびれ感っていうのがうまく合わせているので初めての味ですね。僕とみたら柑橘系の香りってすぐ分かるっていうのがすごいですよね。だからみかんかなんですよね、山椒。でも日本人のほとんどの人は山椒がみかんかって知らないですよね。みかんかの山椒、スイートなデビュー。なんか意外なマッチングだけどすごい合います。口の中にふわっと広がる。美味しい。甘い、ピリリ、爽やか、スイーツにボーダーなし。